はい、こんにちは。AC 克服カウンセリングの吉野と申します。この動画をご覧いただきどうもありがとうございます。ですね、今日は実はこのサイトをご覧いただいている方からご相談のお便りいただいたんで、それをちょっと読み上げさせていただきながら、答えていこうかなと思ってます。大阪にお住まいの女性です。ちょっと年齢はわからないんですが、大阪にお住まいの女性の方から、お便りいただきました。母親との関係に悩んでいます。母親は自分の意見が正しいという考えの人で、その考えに少しでも意見を言うと何倍にもなって返ってきます。そのため今まで母親のアドバイスに対して機嫌を損ねないよう受け答えしてきましたが、だんだんと疲れてきました。ある時ネットで毒親について見ていたところ、下記の内容全てに当てはまりました。この先、母とどのように接していけばいいのか悩んで相談させてもらいましたということで、これ多分いろんなサイトから集められたその毒親というものに関しての、親像の一覧みたいなものを下にちょっと書いてくださってるんですが、ちょっとそれも読み上げますね。親と話すのは自分から望んでのことではなく、義務感であることの方が多い。親は本当のあなたを知らない。子供時代、あなたの家には様々な問題があったのに、親はあたかも何事もなかったかのように振る舞い、さも楽しい親子関係があったかのように言う。次、親を完全に喜ばせることは不可能だ。次、親は自分たちの行動がどれほど強い影響をあなたに与えたかを全く理解しようとしない。親があなたに会いに来ることを想像すると緊張する。次、自分が親のように行動していることに気づくとゾッとする。次、親との接触を一時的に減らすか断ち切ってしまいたい。っていうようなことが、このメールに書いてありました。まあ、つまりこのご相談いただいた方は、これに全て該当しているんですということをおっしゃってるんですけども、今日のタイトルというかテーマはね、その毒親で検索する子どもたちっていうお話になるかと思うんですけども、なんでこんなことが起こるのか。これは親は愛のつもりなんですよね。で、子どもも最初はそれが愛なんだと思って受け取るんだけど、いつの間にかずっとこう子供の頃はね、それを信じて、ああ愛されてるんだ、これが愛なんだ、愛だと思わなきゃいけないんだと思ってずっと受け止めてきたものの、なんか思春期とか大人になってくると息苦しい、この辺がざわざわする、どうも納得できない、自分の意見を持ってはいけないし、全部親の言うことに従わなければならない、ここにも書いてありましたけど、自分の考えを少しでも言うと何倍にもなって返ってくるから、全部そうだねそうだねって合わしてた、でもだんだん疲れてきたっていうふうになってしまう。これは親御さん、多いのがお母さんなんですけども、お母さんがお子さんの思考とか存在自体を自分と同一化してしまうんですね。で、境界線が分からなくなってしまって、お嬢さんとか息子さんの境界線に入り込んでしまう。そして入り込んでうまくいっちゃったもんだから、ずっとそうであってほしいと思って、さらにそれを強化してしまう。で、私がこう感じたんだから、あなたもこう感じなさい。私が悲しんでるんだから、あなたも悲しんで。私が喜んでいないときは、あなたも喜ばないでっていうようなことが、いつの間にかもう当たり前のようになってしまうんですね。で、もちろんそれが絶対少しでもあってはダメとは言いません。全くそれがないとないで、ちょっとまたいびつな親子関係になってしまって、私は親に一切構ってもらえなかったとか、親から何も言ってもらえなかったとか、親の考えを聞かせてももらえなかったっていうふうに、またそれはそれで自己不全感にはなってしまうので、物にはある程度の限度というか、ある程度のその頃合いっていうものもあると思うんですけども、やっぱり親子とか家族っていうのは閉鎖された空間ですので、気づかないうちに、知らず知らずのうちに境界線を踏み越えて自分のお子さんの考えまで奪われてしまうというのがこのパターンだと思っています。で、それに関して出方はあります。実はAC 克服カウンセリングには、その親御さんの立場
の親の方からもご相談いただきますし、実際今回この紹介した、お便りのようなお子さん側の立場の方も、たくさんご相談いただきます。で、両方カウンセリングしていき、いっていますので、それぞれのお立場を聞きながら、親はまるでもう自分のものだ、もう昔の、ね、ジャイアンの名台詞みたいな、俺のものは俺のものみたいなね、お前のものも俺のもの的になっているのが当たり前で、そういうものだと思われがちですけども、そこから抜けていくためのワークっていうのをやっぱ行っていきますし、お子さんはお子さん側で自分自身が何かを感じてもいいんだ、感情を持ってもいいんだ、判断してもいいんだっていうワークを行っていくことにしています。で、本当にこうアダルトチルドレン克服カウンセリングには、その毒親っていう言葉を使って検索されてきて、そこから抜け出したいという、もしくは自分自身が毒親じゃないかと思って悩んでおられる方、本当たくさんおられます。で、その方法はあると思っています。なんか一発で関係がパンと治るとかではないですけども、やっぱりこう少しずつ少しずつ日々ついてしまった癖を、別のものに書き換えていくことで、そこから抜ける方法はあると思っていますので、もしこの動画をご覧いただいて興味がある方は、動画の中に URL を貼っておきますので、そちらの方でページをご確認いただければと思います。今日は、毒親で検索する子どもたちっていうお話をしてみました。この動画を最後までご覧いただいてどうもありがとうございました。では次回またお会いしましょう。